どうも、高井です。本の価格別、格付けグレード、選考基準値。この話は私が今まで本を買って読んできた中で、1000円だったらこのくらい内容だったな、2000円だったらこのくらい内容だったな、3000円だったらこうだったなっていう感じで、5000円までの内容をこれから話していきます。中には、その例外となるような類の本、素晴らしい本ってあるんですけど、大まかにはこうですよって話をこれからしていきます。まず1000円未満っていうのは、ほぼほぼニュースネタが一般的ですね。最新のニュースではこうですよ。つまり AI だったらこうですよとか、今の最新の医療はこうなってますよっていうニュースみたいなのが1000円未満でいうのが妥当かなって思ってます。入門編の本。特定の分野の入門編っていうのは、価格として2000円から3000円ぐらいが妥当かなと思ってます。2000円ぐらいだと、たまに、っていうんですかね、いい本ってあったりするんですよ。ところが、ほとんどの本っていうのは、ちょっと足りないかな、もうちょっと欲しかったな、っていうような内容があるんですよね。そういう方々には3000円ぐらいの本が妥当かと思います。3000ぐらいの本だと、ほぼほぼ入門編の本を網羅していて、しかも、もうちょっと特別感覚で応用編も載ってるんですね。ただ、応用編が載ってると、こんなことを考えちゃうんですよ。もうちょっとでいいから応用編を足してもっと充実してほしかったなって思っちゃう。そういう人には4000円から5000円単位の価格の本、つまりもっと専門的な内容の本が載った本を買うことをお勧めします。その類の本であればほぼほぼ応用編も網羅されていることでしょう。で、4000円から5000円単位で何が違うのかといったら、さらに本のページの枚数の量とか載っている情報の量が当然多くなるんです。確実に素晴らしい応用の本を買っていきたいっていうのであれば、もう5000円以上の本を財布からパッて出す、それくらいのことをすることをお勧めしますよ。ケチればケチるほどあなた自身の懐に入ってくる情報の量って減っちゃうし、グレードも下がるっていうことはこの私の話で少しは理解されたと思うんですけど、昨今の本の出版事情で読むと、おそらく地方であればあるほどいい本って並ばないんですね。すると Amazon とかでネットでポチって買うしかない。立ち読みすることができないので、もう価格か、もしくは出版されてから2年3年経った時に高評価のついてるような本であれば、多分これだったら間違いなくいい本だよねっていう風に選ぶしかないんですね。今回の価格のこのグレードの話によって、あなた自身はなるほど、じゃあこの本のタイトルだったらこれぐらいが妥当なんだなってことはよく理解できたかとは思います。皆さんも安物買いの銭失礼だけは避けてくださいね。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。